中野サンプラザは東京都中野区にある宿泊、音楽等の複合施設。コンサート会場として使われることが多い。旧労働省所管特殊法人である雇用促進事業団が雇用保険法に基づいた勤労者向けの福祉施設として建設し、1973年6月1日に正式名称全国勤労性少年会館として開業した。 中野駅北口から至近距離で施設運営は当初から黒字だった。公益事業であり、営利を求められた施設ではなかったが、利益が見込める施設として民間への譲渡が求められ、勤労者福祉施設の廃止に伴い売却が決定された。地元の中野区と金融機関、企業等が出資して設立された所有会社。 株式会社まちづくり中野21に52億9987万円で2004年11月に売却された。運営は並行して設立された株式会社中野サンプラザが行うとされ、2004年12月より運営を開始した。以後中野サンプラザは文化複合施設としてホテル、結婚式会場の運営、カルチャーセンターの開催。 スポーツ施設の運営などを行いつつ、コンサート会場、大規模、イベントホールとしての利用も引き続きいっている。若者文化のサブカルチャー発信地として、日比谷野外音楽堂や日本武道館と並び、都内のコンサート会場として人気がある。雇用推進事業を柱とする、若者の職業相談を担当する、サンプラザ相談センターは2003年に閉鎖された。図書室などの併設施設も、 民営化に伴い閉鎖された。2018年9月11日、中野区長の坂井奈夫は、中野駅周辺各地区の整備と密接に関連していることを考慮し、施設の再整備に向けて検討を進める、現在の施設の歴史やブランド、形状などの DNA を引き継ぐとして、中野サンプラザを建て替える方針を明らかにした。2020年2月6日、 中野区の堺井直特長は中野サンプラザの解体跡地に建設する複合施設の事業スケジュールや民間事業者の選定方法を発表した。2020年10月までに公募型プロポーザル方式で事業者を決定。5月から事業者からの提案を受け付け、7月から提案内容を検討し、10月に事業者を決定する。新施設の完成は 2028年度を目指す。新施設の主な内容は7000人収容できるイベントホール、商業施設、オフィス、ホテルなどを備える。敷地面積は約1ヘクタール、海抜121メートルで地上20階、地下3階である。大小2つの三角積み木を合わせておいたようなデザインを有する。また正面前広場は、 東日本大震災で被災した東北地方の復興支援や沖縄の物産販売や芸能披露を行うチャンプルーフェスタなどイベント会場としてしばしば使われる。ありがとうございます。